こんにちは、雑談です。ショットガンの VR80 っていうのを紹介しますね。これパッと見ね、MO ですよね。ですがマガジン内5発、チェンバー内1発、12ゲージのねショットガンになります。で、長さがバレルの突き出てるのを入れて、1150mm、やっぱでかいですよね。あのパッと見よくわからないけど、普通12ゲージのショットガンって結構でかめになるんですよね。なのでこれ小さめに見えるけど結構あるんじゃないかなと思いますよね。で、あのハンドガードとかもね、最新のこのモジュラータイプのものになってますし、かなりねいいんですけど、これバレルがね、これサプ付きじゃなくて、こうカバーがしてあるタイプになるのかな。なので、まあ、見た目もかなりかっこいいですよね。しかもなんか動画が結構上がってて、チャージングハンドルね、左右から引けるようになってるみたいなんですよね。なので使い勝手いいですし、何よりこのセレクターですよね。セーフティー切るのとか ARM4 タイプでできるのでいいですし、マガジンキャッチボタンもね M4 タイプで、しかもちょっと延長されているのでかなり押しやすそうですよね。これ多分なんですけど、エプシック3ガンマッチとかね、アメリカで行われているライフル、ショットガン、ハンドガンみたいな競技っていうのが結構盛んなんですけど、まあそこで使われるのを意識しているような感じがしますよね。今までもサイガとか、まあそういうのあったりとかしたけど、やっぱこういう M4 タイプのがね、最終的には流行るんじゃないかなって思いますね。かなり使いやすそうで、かっこよくていいかなという気がします。まあただ良くも悪くも M4 なんで、あまり、例えばゲームとかには出てきてもわからなそうですよね。これ M4 じゃんみたいな感じになって、インパクトはちょっと少ないかもしれないんですけど、かなりね、使い勝手とかは良さそうですよね。はい。フリップアップサイトに、なるほど。はい。というわけで、かなりなんかね、かっこいい M4 タイプのショットガンについて紹介してみました。これできるんだったらね、早くいろんなメーカーから出せばいいのにと思うんですけど、なんか問題でもあるんですかね。はい、かなりイケてるショットガンかなという気がします。というわけで SA80 ショットガンについてね、紹介してみました。ご視聴ありがとうございました。